長生きの時代をよりよく生きるウェルエイジング、日本ウェルエイジング協会の会長としてこのテーマを今年は追求していこうというふうに思っています。長生きの時代、超高齢社会、人生100年時代と言われています。長生きの時代になりましたよね。その時代をよりよく生きるために我々は何をするべきだろうかということを考えています。それをですね、まとめて情報提供して一緒に活動する、学び合う、あるいはビジネスに変えるということをいろいろ考えていきたいというふうに思います。今日もそうですが、私の場合ですね、歩くこと、太陽の光を浴びてセロトニンを脳内伝達物質として放出させること、玄米を食べること、良い水を飲むこと、いい仕事をすること、他人のためになること、それから情報発信すること、脳を活性化させること、考えること、さまざまありますかね。そういったことは人によって違うと思います。健康な生活、あるいは自立した生活、社会のためになる生活、それをウェルエイジング、長生きの時代をよりよく生きる、で幸せになる、ウェルビーイング、幸せって意味ですよね。ビーイングっていうのはこう存在という意味で捉えていますが、自分の存在を認めて受容していく、それが幸せになるというような価値に基づいてウェルエイジング、エイジングは年を重ねること、加齢ですよね。それをしっかり受け止めながら情報発信していきますので、皆さんもどうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。